皆様、こんにちは。8月6日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。今見ておりますのがドル円の5分足です。ほとんど今日は午前中から動きがなく、実質、なんか4、8、5、8ぐらいでしか動いてないような相場でございましたが、午後2時半を過ぎて1回下攻め。この4号終わって、元気よく40割れまで突っ込んで389までやりましたが、ほとんどフォロースルーがなく、すぐにたくられて、切り返される展開で、5558を超えて、ストップロスも出て、5円の645まで上昇いたしました。マーケットちょっとショートっぽいので、どうしてもその上がってくると損切りが出やすいわけですが、それでもなかなか106円台をどんどん買い上がるような地合い、いやそのファンダがあるわけではないので、基本的にはドル円は戻ったところはやっぱり売りたい、そのように思っています。それで、実際に売り場ですけれども、ちょっと時間足4時間見てみたいと思います。よいしょ。このように、4時間足で見ますと、非常に綺麗に、時間足の雲の中で推移をしながら雲が垂れていくので、それに合わせて下がってきているいうふうに、見えます。でまた上髭がほぼほぼきれいに、4時間足の雲の上限に止められているということ、それ以外に90の移動平均線でも一緒に止められているということ、この辺がありますので、やはり戻り売りのイメージでやはり考えたい、そのように思います。今日はですね、雲の上限が今100飛び5円の80近辺にあって、21の移動平均線も5の80近辺にありますので、この自分としては5円の80ぐらいがあれば、まず1回売ってみよう。ただし、この90の移動平均線が今、どんどん下がってきて、100飛び6円の、丸53ですね、にありますので、これを超えてきたら、100飛び6円の、丸53を超えてきたら、100飛び6円の10で、損切ってみたいというふうに思います。利食いはちょうどここのあたりの揉み合いの時に、戻り局面、100飛び5円の2730ぐらいで、止められているわけですね。したがって、5の30 つけずに起こったという形があるんですけど、ちょうど8月5日の夜もですね、これも100飛び5円の、319までということで、30近辺がどうしてもそのサポートになりがちだというふうに思います。マーケットちょっとショートっぽいということもあり、自分としてはもし5の80売れたら5円の35利食いで考えてみたい、そんなふうに思っています。とユーロドルです。ユーロドルは、朝方コメントしたように 1.19 台ですね、ダブルトップって崩れる可能性も当然朝方ございました。なので、一旦は 1.18 台、40近辺買ってみようかというイメージがあったんですが、5丸を割れた後のですね、値動きによって、もしかするとその買いを外すかもしれない、そういうイメージがあったので、自分としては、あまり、今日は買いはささずに、流れを見てみようというふうに思いました。それで実際に、5分足見ていただきたいんですけど、ほとんど動きがない中で突然夕方、3時過ぎぐらいからですね、1.19 の158まで吹き上がって、高値を更新したわけですが、ここで失速して 1.18 の40割れまで、急落という形でございました。自分としてはその5丸が割れるところの流れを見たいというふうに思いましたが、この、下落の仕方が非常に気持ちが悪く、もともと買いはさせておりませんでしたが、買うのをやめたというふうにいたしました。方向としては 1.18 のもう一回その80近辺であれば、売ってみたい。それで、この 1.19 の、15を超えてきたら、1.19、10でもいいんですけど、この流れでもう一回 1.19 の15を超えてきたら、もうそれは素直に切るというつもりで、ショートを振ってみたいと思います。次に、下げた場合に 1.18 の、こちら15近辺、何度もこう止められているポイントになっているのかなという気がするんですね。このあたりなんですけど。なので、自分としては、1.18 の1号がもしブレイクしたら、可能性としては、
1.17 の85ぐらいまで、今晩、この200移動平均線、200時間の移動平均線がどんどん上がってきますが、時間足の雲の中、あとすると、200時間の移動平均、これに絡むようなところ、1.1785 で利食いをさせてみたいなと。もしショートを振って、これができた場合に、1.1815 近辺、1520ゾーンがなかなか抜けないということであれば、まあ、これは利食い千人力で買い戻せばいいのかなと、そういう気がしております。ユーロ円については、自分が先ほど買いを125円の丸5で入れていて、ちょうどですね、ユーロドルが急落をしたときに、ユーロ円成立しましたが、まあ、あまりのこの上値の重たさというか、その投げですね、125円の60手前から、125円の丸5近辺までこう下がったわけで、ユーロドルがもし続落するのであれば、ユーロ円もかなり下がるだろうというふうに判断をして、ロングはやめました。それで、自分の方向感、夜に関しては、ユーロ円は今度買いではなくて売りでイメージをしたいと思います。125円の45で、売りを置き、125の65で、この今日の高値を超えたところ、125円の65にストップを。買い戻しは、124の90をイメージをいたしました。まあ、ちょうど、この、今4時間線なんですけど、4時間のボリンジャーバンドのセンターラインが124円の今889まで上がってきております。この線ですね。まあ戻り売りしてみて、それで、この21移動平均、ボリンジャーバンドのセンターラインに絡むところであれば、124円の90であれば利食いをしてみようかと。そのようなイメージで見ております。ポンド円なんですが、ポンド円につきましては思ったよりも上に跳ねてしまいまして、今日自分自身が、今日戻り売りで一回売りを入れて、それがついたものはすぐに買い戻しをしましたが、実際にこの139円台今高値圏になりましてですね、マーケットとしてはまだショートが捕まってるのかなという値動きです。今までなんとか止めていた139円前半抜けてストップで買ってるだ買い始めたというところなので、下値がだいぶ硬くなるだろうという気がします。方向感ちょっと朝方よりも変えておりますけれども、下がれば買ってみようかという気になりまして、138円の、これは6号近辺、この、時間足、1時間の足のですね、ボリンジャーバンドのセンターライン近く、138円の6号を買って、ダメならば、3号で切るというつもりでいます。ちょうど90移動平均線も割って、ちょうど日足の雲もそのあたり313ぐらいにありますけど、まあ、30でもいいですけどね、30にしますかね。138円の6号買いの138円の30ストップで、利食いを139円の、まあ、40レベルでイメージをしてみたいというふうに思います。オージー円につきましては、やはりちょっと上値が重たく、76円台、できれば、76円の、まあ、230から上ですかね、であれば売ってみようかなというふうに思ったんですけど、30もちょっと遠いかもしれませんね。まあ、実質的な売りを考えるんであれば20かなと思います。で、20で例えば売りを入れたとしたら、ストップはやっぱり76の50で考えたいと思います。で、揉んだときに、ちょうどこちらの時間足の、雲の今ちょうど下限が今75円の60ぐらいにあって、その雲はどんどん上昇しますけれども、75円の60のあたりっていうのは、この揉み合いのみんな下辺にも当たってますので、もしショートを振ったとしたら、75円の60近辺で買い戻しをしたいな、そんなようなイメージで現状を見ています。ずっと今日の東京が動きがない中で、夕方から突然は動き始めたドル円でございまして、時間足を見ると、結果的に毎日こうずるずる6円のミドルから売っていったものの、5円の319で、きれいに止められ、今日も30台やったけれども、押し切れずにもう1回5円の今、70の手前あたりまで持ち上げられてきているといったところです。瞬間的にその、
100飛び5円台、一旦はですね、まあ、80であれば売ってみようかなという気はしますが、マーケットがショートの傾きがですね、かなり溜まっているようですと、あまり下がらないかもしれません。その場合には利食い千人力でしっかりと買い戻しをするということと、まだまだ時間はございますが、明日の雇用統計失業率は基本的にはスクエア、ノーポジで迎えるという方向性で考えたいと思いますので、あまり引っ張って、しこりの例えばショートを抱えたまんま雇用統計に突入するとかっていうことがないようにしたいなというふうに考えています。まあなかなかですね、きれいにその相場大きく抜けませんけど、まあ次の始めでもありますので、まだね月初なのであまり無理はせず、しっかり利食えるものは利食いをして、こう懐に貯めていくということが大事かなというふうに考えております。また今晩何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。これで、今晩の相場展望チャート分析編、終了させていただきたいと思います。それではよろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。失礼いたします。